ゆっくりさんからあれしていたか。本当はこれこういう状態でへこんでなくちゃいけないんです。ここがこの日は地図ではなく点々点であることを指摘されてしまいました。土踏まずはアーチ状になっており、足の裏の衝撃を軽減してくれています。しかしアーチがなくなり点々点になると、全ての衝撃が骨や筋肉に伝わってしまい